それでは今日のすべてのマッチのハイライト VTR をご覧いただきましょう。岡山リベスト琉球アスリーダー、まずは第1マッチのダブルスです。上田森園ペア、そしてチュアン・チーワンとチャン・カズヒロペアという対戦でした。今枝さん、はい、この2人盤石の試合運びといった感じだったでしょうか。そうでしたね、強かったですね。あのベテランの琉球のコンビも見せるところあったと思うんですが、はい、まあ、それを上回るものがやはりこの2人のコンビは持ってるわけですよね。そうですね、このコンビ合ってますね、本当強いですね。そして第2マッチに出てたのがこれが北海道対決ですね。丹羽幸喜選手とそして吉田正樹選手、いやいいラリーの連続でしたね、はい。まあ、このフルゲームというのは本当にお客さんにとって苫小牧の皆さんにとっては嬉しい試合だったんですよね。まあ、あの長くね、お互いのプレーを見れたっていうのは嬉しいことですよね。互いの良さというのは今枝さんからも感じられましたでしょうか。そうですね、吉田選手の持ち味であるフォアハンド、それを上回る丹羽選手の攻撃力と、はい、いうのをこうお互いに見せてくれた試合だったんじゃないかなというふうに思います。最後はですね、はい、こうちょっとネットインとかもね、はい、お互いにあって、まあ、今日のちょっとした運の差も出たんじゃないかなというふうに思いますね、はい。フルゲーム第5ゲームまで行きまして、琉球アスティーダの丹羽幸喜選手、地元苫小牧開催、同じ北海道出身、青森山田中高の同級生の吉田正樹選手を下してチームに今日1勝目をもたらしました。まあね、世界選手権代表も決まったところですから、はい、そういう意地も丹羽選手にはあったんじゃないかなというふうに思います。はい、何か今枝さんも本当に表情がいつもよりですね、何か気持ちを感じるというようなあのお話をされてましたけれどもね。最後のガッツポーズもなんかこうプレッシャーから解放されたようなですね、はい、そういうガッツポーズに見えたもんですから、はい、見事ふるさと苫小牧で凱旋プレーを見せました。世界選手権の代表にもなった丹羽幸喜です。そして第3マッチが岡山の上田陣と琉球アスティーダチュアン・チーワン、ダブルスにも登場した2人がシングルスでも対戦ということになりました。上田選手の何かこの正確なプレーというのが立ち上がり目立ったような気がするんですけどね。そうですね、まあ、世界ランクでは宋選手の方が上なんですけども、はい、やはりあの相性の良さっていうのはこう多分に出た試合だったんじゃないかなって。上田選手が琉球に対しては負けてないと、はい、今日も勝つぞっていうそういう、こう心の余裕を見せたような気がするんですけどね、はい。押し村久馬第2ゲームのところでチュアン選手がかなりペースを握ってそうですねたところがあったんですけれどもね、まあそこは琉球としてはどうしても取りたい1ゲームだったんじゃないですかね。今振り返ってしまいますとね、はい、大事な1ゲームだったと思います。そして第4マッチが岡山が世界ランク7位の韓国のイースタンス、そして琉球アスティータがチュアン・チー・ユアンという台湾の選手が失礼チェン・チェンアンというこの同年代近い年同士の対戦ということになりました。いや試合の中でも言ったんですけども、はい、いい選手の短いボールをこう一発で抜くそういうドライブはですねさすが世界7位というプレーでしたので、はい、日本の卓球ファンもですねぜひ見習ってほしいなというふうに思うボールですね、はい。まあ、ただそのいい選手に一方的になるんじゃなくてチェン選手琉球の方としても、まあ、粘りといいますか。そうですね、そこの対応力というのは存分に見せてくれたゲームですよね。まあ、最後はねちょっと5本連続だったんですけど、はい、いや見応え十分ある試合だったと思いますね。まあ、2ゲーム取ってファイナルゲームまで持ってったというところでありましたからね。そうですね、明日につながる1試合だったと思います。はい、ただ最後はイースタンスがファイナルゲーム5ゲーム連続ポイント取りまして第4マッチ勝利、岡山リベッツがマッチカウント3対1で勝利を収めています。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。